こんにちは、千秋チャンネルの千秋でーす。今日はですね、巨大ウインナーを食べていきたいと思います。味付けはね、ケチャップとマスタードにしようか迷ったんですけど、今日はご飯があるのでマヨネーズの方が合うかなということで、ケチャップとマヨネーズで食べていきたいと思います。はい、ということで早速いただきます。香ばしい。ボイルした後に少しだけ焼いたんだけど大正解ですね。うん、ディズニーのさ、スモーキーターキーレッグだっけ、スモークターキーレッグだから似てる。野菜も取りましょうということで、ブロッコリーも用意しました。うん、うちは野菜の中でブロッコリーが一番好き。でもキュウリも好き。キュウリはね、一本漬けが美味しいよね。夏祭りとか行くと絶対買っちゃう。ウインナーとフランクフルトの間って感じ。しかもケチャップとマヨネーズにしたのも良かったですね。ご飯があるので、うん、ウインナーとご飯がまた合うんです。合うんです。マスタードだとちょっと微妙かったかもしれないから、これバーベキューとかに持ってたら最高だね。シャウエッセンに負けないぐらい美味しい。ブロッコリーはね、季節によるけど普通に買えば結構高いから冷凍のもの買ってます。楽だし、茹でて切る必要がないからおすすめですよ、冷凍ブロッコリー。油っぽくなくて食べやすいウインナーですね。うん、うん、お米久々に食べたら美味しいわ。やっぱ米しか勝たんですね、結局の話をしてしまうと。皆さんは朝ごはん何を食べることが多いですか？ご飯派ですか？麺派ですか？麺じゃない、パン。パン派ですか？うちはね、朝ごはん食べない派なんだけど、食べるとしたらご飯のことが多いです。前に付き合ってた人と一緒に住んでた時はほぼ毎朝ウインナーと卵を焼いてました。前の日の夜ご飯の残り物とかね。だから毎朝手の込んだ朝食を作ってる人本当にすごいなって思う。うちは眠気に勝てない。最近はなかなかそうもいかないけど、昔は12時間以上寝てる時もありましたね。一回も起きないで。よくお母さんに死んだんじゃないかって心配されてました。まあそれは起きてこないと心配にもなるよね。
うん、最近さ、梅雨入りかなってぐらい雨の日が続いてるんだけど、うちね、長年履き続けてるボロいサンダルがあるんですよ。昨日の夜そのサンダルを履いてコンビニに行ったんだけど、そのコンビニの帰りにね、ズルって滑ってめっちゃ転びそうになったの。めっちゃ転びそうになって何ステップか踏んで耐えたの。絶対誰か見てたよなと思って、恥ずかしくて前向けなかったからずっと下向いて帰ってきました。絶対見られたよね。タップダンスの練習かなって思われたかもしれないけど、転ぶ瞬間ってさ、マジで夢かと思うよね。あのサンダルももう捨て時かな。うちさ、物の捨て時っていうのがいまいち分かんなくて、下着とかもさ何年も使っちゃうんだよね。履けるなら良くない、着れるなら良くないって思っちゃうタイプだから、いつも捨てるタイミングを失う。しかもコンビニ用のサンダルなんて何でもいいと思うじゃん。でも履きすぎてソールの部分がね、もうツルツルなのよ。そりゃ転ぶわ。みんなブロッコリーに何をつけるのが一番好きですか？うちは和風ドレッシングでも好き。うちサラダ食べる時のドレッシングもね、シーザーとかより和風の方が好きなんだよね。あっさりした方が好き。ちょっと時間経ってパキパキが失われてきた。このウインナー20本入りだったんだけど、何本かまだ冷凍してあるのよ。何に使うかめっちゃ迷ってる。いよいよお腹いっぱいになってきた。ちょっとね、ちょっと休憩していい？ちょっとだけ。はい、ということで20分ほど休憩したので再度食べていきたいと思います。今休憩しながら TikTok を見てたんだけどさ、 TikTok ってよくコメント欄の中で争ってる人たちいるじゃないですか。その争いを見てたんだけど、最初2人でああだこうだって言い争ってたんだけど、その途中でその点トッポってすげえよな、最後までチョコたっぷりだもんって人が介入してきてて、おもろすぎて笑い止まんなかった。しかもその後誰も返信してなかったからね。うちもこれから目の前で喧嘩してる人とか見たら、その点トッポってすげえよな、最後までチョコたっぷりだもんって言ってみようかな。残りちょっとご飯、最後のウィンナーにとっとこう。まだ最後の一口いけないか。うん、最後の一口。いただきます。うん、
うん、ごちそうさまでした。はい、ということで巨大ウインナーを食べていったんですけども、今回はケチャップとマヨネーズで食べていったので、次食べる機会があればケチャップとマスタードで食べていきたいと思います。ということで、この動画が少しでも面白いと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録とインスタグラムのフォローもお願いします。せーの、バイバーイ。